オマーン航空はオマーンの首都マスカットにあるマスカット国際空港を本拠地とする航空会社。オマーン政府が株式80%以上を保有する同国のフラッグキャリアでありアラブ航空会社機構の一員でもある。1981年に設立され、1993年にシーブ国際空港を拠点に運航を開始した。オマーン政府はバーレーン。 アブダビ市長国と共同でガルフエアに出資していたが2007年3月にオマーン航空の政府保有株を30%から80%に引き上げた上で今後の航空事業を強化拡大すると発表同時にガルフエアへの出資を取り留めも発表された航空券の座席予約システムはサーブルを利用している2010年11月現在オマーン政府は 同社の株を99.8%を保有している。南アジア東南アジア西アジア東アジア下記の航空会社とコードシェアを行っている。2021年1月現在、オマーン航空の機材は以下の通りである。オマーン航空が発注したボーイング社製航空機の顧客番号は 1M で、航空機の形式名は B737 から 81M。 B737 から 91M などとなる。また、一部のエアバス A330 の後継機として、A350-1000、B787 から10のいずれかを導入する予定である。ありがとうございます。